皆様ごきげんよう。今日なんですけど、イチローセレクションの契約書ですね。累計契約書を開封していきたいなと思います。狙いの選手は、まあやっぱり王貞治さん、あと掛布さんとかかな、あと張本さんとか、キャッチャーはいらないかな、ですかね。はい、引いていきましょう。あれ、ちゃ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 う。ゴー。やっぱ王さんが一番欲しいかな。巨人純粋やってるし。それ以外はまあ放置かな。王さん出ると原突コーチ使います。来い。張本さんか。どうしようかな。今何枚あったかな、原突コーチ。2枚っすね。うん、やめときます。王座に入るようだったら育成して、張本さんね。日本ハム。使いたいなと思います。まあ DH になるかな。っていう感じですね。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。さよなら。